全ンズ・ラクセンブルク宮殿は、オーストリアのラクセンブルクにある離宮や城の集合地、首都委員ーンの南方に位置する、ラクセンブルク城とも、1918年のオーストリア・ハンガリー帝国崩壊に伴って所有者がオーストリア共和国に移った。1938年1月7日、オーストリア共和国からハプスブルクロートリンゲン家に引き渡されることが決定したが、 実現する前に、オーストリアナチスが、ナチスドイツに贈与してしまった。現在、その広大な敷地は、自然公園として、市民の憩いの場となっている。アルタス・シュロス・ブラウアー・豊富オーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ・一世とその皇后エリーザベトは、この宮殿で、新婚初夜を過ごした。1858年8月21日、皇太子ルドルフがこの宮殿で誕生した。 なお、この皇太子誕生に際して、ヨーゼフ・シュトラウスは、ラクセンブルク・ポルカを発表した。オーストリアの皇太子はこの宮殿で、新婚初夜を過ごすのが慣例で、ルドルフ皇太子とその日ステファニーもここで、新婚初夜を過ごした。フランツェンブルク、クリセールイコールペカール P320M ラ P77M ラ p, p 8 5ハット a b m ラ P239。ありがとうございます。